はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、朝青龍です。さあ本日なんですが、皆さんは関取無双丸というモンスターご存知でしょうか。これね、新しいねパックで追加された特殊勝利モンスターです。あのエクゾディアであるとか、まあ、あのゴーストリックの打天使であるとか、ヌメロニアスヌメロニアであるとか、まあ、特殊勝利モンスターいっぱいいると思うんですが、そういうモンスターの仲間です。これどういうね特殊勝利するかっていうと、すげえ難しいんですよ。すげえ難しいの。相手のバトルフェーズ開始時にしか発動できないっていう、まずそもそも受け身の効果ね。自分のターンでは発動できない。で、サイコロを1回振って、お互いのメインモンスターゾーンを、このカードから見て、時計回りに、1から6として数えて、で、メインモンスターゾーンのこのカードを、まあ、例えば、まあ、1が出れば自分の、ところに移動したりとか、まあ、6が出たら相手のところに移動したりとかね、いう感じになるんだけど、デメに移動して、で、移動先にモンスターがいたら、それをこの下に重ねてエクシストにすると。で、エクシストを持ったこのカード、が、この効果によって、6つを超えた場合、素材が、デュエルに勝利するっていう。めちゃくちゃむずいんですよ、これ。で、しかも移動ができない場合は、移動先のモンスターをエクシストにできない場合は、墓地を送るっていう効果があるから、まあ、いなかったら死ぬし、これすげえ難しいの、このモンスターを使って勝つのがね。で、今回はなんとかしてこの関取、無双丸を使って先行ワンキルを、決めていこうと思って、特殊勝利していこうと思って、考えてきました。まず、このカードを、まあ、ソリティアルートはね、対戦動画を見ていただければわかるんですけど、このカードを使うにあたって、クリアしなきゃいけない条件がめっちゃあって、まず、やっぱり、1から6のデメだとランダムすぎるから、まあ、1から6のデメを操作できるようにデタラメ入れるっていうこと。で、デタラメをセットするってことですね。それから、まあ、関取無双丸の、1または6にできるんだけど、デメを。そこの先にエクシーズモンスターを用意するっていうこと。それから、関取無双丸の素材を、まあ、7にできるように、こいつの自身の素材を 4つとかにすること。で、さらに、1から6だから、絶対相手のモンスターゾーンにモンスターがいないといけないんで、相手のモンスターゾーンに、エクシーズモンスターを送りつけるっていうこと。これすべてをですね、で、しかも、バトルフェーズ入る前に展開されたら意味ないから、相手の、ま、スタンバイフェーズ、ドローフェーズ、メインフェーズをできればスキップすること。で、バトルフェーズを強制的に入らせること。これ、クソむずいんですよ。この条件をすべてクリアするのは、マジで至難の技です。現代遊戯王においても。だからね、相当難しいんですけど、今回は一応ね、イグライト2枚からできるようにしてきました。一応、イゾルデが立てられれば、今の動き全部できます。まあ、クソ難しいことは興味ないと思うからみんな。ちょっと見ていただいてね、何をどういう風にやってこのモンスターで勝っていくのか、これをご覧いただきましょう。早速、デュエル、スタンバイしていきましょう。最後のシーンめちゃくちゃすごいから、お楽しみに。デュエル3枚。デュエル選手来た。これさ、このデッキさ、300秒内に収まるか、わかんないんだよね。そのモードにもさ時間制限ある設定みたいなの追加してくんねえから、なんかマジでね間に合うか分かんないんだよね。そのモードでは別に時間制限ないから別にいけるんですけど、まあ、とりあえず戦士速2体を並びましょう。戦士速2体並んだら一応ねコンボ起動できるんで、条件、このコンボの条件、このコンボの条件は、イゾルデが出せることです。はい、チューナイト中中する効果使っちゃってやばいんで、でまずイゾルデをリンク召喚して、で、イゾルデ効果、戦速持ってくる効果で、風属性の、カイデンってやつ持ってますね。で、カイデン君は、これ、はい。カイデン持ってきて、で、イゾルデ効果増。装備カード4枚墓地を乗って、レベル4の戦速を出せるよっていう効果。これで、週末の騎士、特殊召喚。松吉出して、で、松吉効果、用途効果、用途効果で、滝光カード持ってきながら、このやばいカード見えるね、燃え滝光とかいう。で、週末の騎士効果で、サイレントブーツ防除くる。で、サイレントブーツ効果発動、ファントムナイツのマジック、トラップカードを持ってこれるんで、これで、ファントムナイツシェードブリガンダイを持ってくる。そして、追い風効果。風属性モンスターを手札からぶん投げると同じやつ持ってこれる。でこれで追い風を複
吹かせていく。強く風が吹いている。で、シェードブリガンダイオンセット発動で、レベル42体にして、デュガレスです。デュガレス君は、オーバーレイユニットを2つ使うと、なんか効果いくつかあって選べるんだけど、どっちのモンスターを特殊召喚するっていう方を選びます。で、2枚のオーバーレイユニットを使って週末の騎士を過労死させていく。ちなみに皆さん、遊戯王の反復横跳び世界記録保持者誰か知ってます？遊戯王の反復横跳び世界記録保持者はサモンプリストでも週末の騎士でもあって、まやかしのダッキーですまやかしのチューナー、2チューナーのダッキーってやつがね、あれ、あの遊戯王のね、あの反復横跳び世界記録保持者だから覚えておくといいよ。で、セレーネを出していく。魔法使いづくモンスターを含むモンスター2体で、セレーネ、でセレーネリンク召喚で効果発動をカウンター乗せる。でカウンター取り除くと自分の手札か墓地から魔法使いづくモンスターを特殊召喚できるので、これでセレーネの効果によってサモンプリストを特殊召喚で、サモンプリは、魔法カードを捨てると、デッキからレベル4のモンスターを特殊召喚できる、効果は無効にしないので、レスキューフェレットを特殊召喚していけばいいんだな。じゃあ、ゼアルフサバじゃない、レスキューフェレット特殊召喚で、2体のモンスターのアポロウサー、セレーネと、サモンプリでリンク召喚アポロウサー、リンク先作るだけですね。で、レスキューフェレット効果、デッキからレベル6になるようにモンスターを特殊召喚、バイロンスフィア、それから、ディバイナー、それからレッドローズで、自分の墓地のひらめきの効果によってディバイナーをリリースしてデッキトップに置く。で、リリースされたらディバイナー効果とセックスと、でセックスと効果特殊化すると、フィンフトが出せる。で、フィンフト効果、トラップカード、魔法トラップカードを墓地に送るので、これでデタラメ送る。で、ガーデンローズメイデンで、メイデン効果発動にチェーンしてレッドローズ効果、メイデンでブラックローズ、ブラックガーデンサーチながらレッドローズドラゴンで、ローズドラゴンリクルート、ここでロックスローズ出す。で、効果発動、いや、これ時間大丈夫か、160秒、いや多分大丈夫だと思うんだよこれ、間に合う気がする。ブラックガーデン、ありえないようなソリティアしますからねで、ロックスローズ効果で、ベーサーローチュード持ってくる。で、ここで一回アニマ作って、で、アニマ魔法使い族なんで、もう一回ステレンで出してサモンプリースト過労死デッキなんで、サモンプリースト全部で3回出すのかな、このデッキは。そこそこ過労しますね。で、セレーネ効果でまた、カウンターが置かれて、でセレーネ効果カウンター3個使って、サモンプリースト特殊召喚、はい。で、この、ロックスローズとレッドローズのこのコンボが魔法カードめちゃくちゃ持ってこれるんです。もうサモンプリストのね、このコストを用意するのめちゃくちゃ強いんですよ。最強ですよね。で、ゼアルサーバスアセンドセージを出してくる。で、ガーデンローズメディ効果で、レッドローズを蘇生で、2体でエクシーズの前にシンクロか、これは順番どっちでもいいんだ。棒天候、これどっちでもいい、こっちでいいな。で、棒天候効果発動しない、バイロンスフィア効果で装備カードを装備する。防天候は破棄で、バイロンスフィア効果墓地を送りながらデュランダルを装備、okay、で、デュランダル効果破壊しながらリナルド持ってくる。あれどこ行った、あ、いたいた。で、リナルド持ってくる。で、レベル3に対でオーバーレイ、エクシーズ召喚、バーニングナックラー、チートコミッショナー、こいつは場にいると相手は絶対に攻撃しなければいけないっていうね、制約があります。バトルフェーズに入ってね、
た場合は。で、リナルド、特殊召喚してリナルド効果。これで、妖刀を回収して、で、セレーネと、暴天候でリンク召喚。リナルド下に出しても大丈夫かな。リンク先にモンスターいねえと、効果発動できないからね、こいつは。トロイマイクルフォン。リンク召喚成功時効果発動チェーン1。チェーンこれ2でいいのか。まあ、もう裏だったら投げてるから絶対大丈夫だ。どっちでも。で、デタラメ。回収して、暴天候効果。暴天候で流星的から出してくる効果と、グリフォンで、墓地のトラップカード回収してセットするっていう効果ですね。で、このターンは使いません。まあ、関係ないです。トラップカードなんで。で、妖刀滝光効果。滝光効果で、燃え滝光持ってくる。で、コーディネラル出す。64秒、やば。ガチでやばい。で、ブラックガーデン。いや、多分ギリギリ間に合うな。で、レベル4のモンスター2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚、現れろ。希望オープン。これ、結構無駄なくここまでちゃんと回してるのにさ、あと残り60秒なんてやばくない？いや、俺そんななんか、あれですけどね、なんかもたもたしないですけどね。で、アストラルフォース持ってくるランカーパンチクの。で、ブラックガーデン効果で、トークンを生成。で、コーディネラルでコントロール入れ替え。はい。で、ブラックガーデン効果、ローズトークンを破壊しながらサモンプリストを出す。もう一回サモンプリスト出てくる。サモンプリスト効果発動して魔法カード捨てる。ガチでやばいよな。相当早いぞ、俺これ回してんの。で、レベル4のモンスター2体でオーバーレイ、多分こっちがエクシーズ召喚。スプリガーズ、メリーメーカー。これはメリーメーカーはね、アストラルフォースの先なだけで何も関係ないんで、どれ、何を出したところ。これくらいしかなかった。炎属性、機械属、ランク4。このくらいやったわ。で、ロッキー効果、スプリガンズメリーメーカーの下に重ねられる。で、ランクアップマジックアストラルフォース発動。で、こいつと同じ種族属性のやつをランク2個アップさせていけ。ラックアップエクシーズチェンジ関取無双丸。そして、燃え滝光を発動。そして、俺滝光を発動。やばいやばい、残り30秒。やばい。燃え滝光効果。で、お前のメインフェーズ1スキップ。エッドフェーズ。あぶねえ、間に合った。多分大丈夫、これで。で、メインフェーズ1スキップされるんで、スタンバイフェーズ乗り越えてくれれば。で、ドローフェーズ、デタラメ効果。スタンバイフェーズ乗り越えてメインフェーズ1スキップされる。バトルフェーズ入れ。バトルフェーズ入るしかない。バトルフェーズには入るしかない。エンドフェーズは選べない。チートコミッションなんかいくから。よし、来た。セキトリ無双丸の効果発動に転して、デタラメの効果適用。俺のデメは1とする。うおー、特殊演出あんの、特殊演出あんの、知らんかった、すげえ。見た今特殊演出だったんだけど。おい、コナミ、いい仕事すんじゃねえか。